さん、チャンプルです。今日はですね、この電動一輪車なんですけど、これ空気入れようと思ってもこういう形で外して、見えるかな、どこ行った、ここなんですけど、実はこういう風にここがついてて、このちょっと待ってください、この空気入れが入らなかったんですよ、ここにね。なんだ、またやらないと。この空気入れが入らなかったんで、映ってましたね。これがついてると空気入れが入らなかったんですよ。反対になってるかな、これもしかして。それでこのノコギリで切ろうと思ったんですけど、このノコギリが動きがめっちゃ大きいんで、ここ当たっちゃうんですね。でまあそれでこれも使えないし、糸ノコも使えないということで、もうハンドでこれですね。でね、こうゴシゴシ切ったら、一応はもうこう空気をね入れることができるようになったっていうやつなんです。ここはちょっと切らなければよかったんですけど、こっちも切っちゃったんですけどね、まあしょうがないっていうやつですね。で空気を無事これでねちゃんと入って入れることができたっていうやつですね。だからこれちょっとこの電動一輪車なんですけど、撮影がうまくいかないな。空気を入れるのにわざわざ給油所行かないと入れられなかったんですね。給油所のやつはこっちの太さがもうちょっと細かったんですね。でこれもう入らなかったんで、もう切ってしまおうということで、もうねこのノコギリでゴシゴシ切ったら、今うまくいくようになったっていうやつですね。これ電動一輪車ね、空気を入れにくかったんだけども、今はここを切ったんで、ここを切っちゃったんだね。まあ空気を入れやすくなったっていうことですね。ということで、Thank you for watching でした。さすがです。